大栄は今日も2回ヒットのバナザードを一塁に置いて5番若井が近鉄先発高柳の甘いストレートをライトへ、今シーズン第1号のツーランホームランを放ちます。さらに6番広中が左中間をカゴカと破るツーベースヒットでチャンスを広げます。続く藤本博史が右中間へタイムリーツーベースを放ち、この回4連打を浴びせて3対0と大栄がリードします。そして6対0で迎えた8回、近鉄はノーアウト2塁3塁というチャンス、ここでバッターは金村、 2-3 からの6球目をレフト線へ、際どい打球にレフトの審判前田はフェア、ところが3塁の村田塁審はファウルという判定の差し違い、審判団協議の結果ファウルの判定に決まって怒った仰木監督は猛烈に抗議しますが認められず、暴言暴力行為で退場処分、提訴することを条件に試合は再開されましたが、結局杉本が粘りのあるピッチングで近鉄打線を0点に抑え、大栄移籍後初勝利を挙げました。